はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、昨日ですね3月16日毎週土曜日にやってます「ストーンズオールナイトニッポンサタデースペシャル」で合ってますかね。はいの、えー、番組内でですね今度5月の1日に発売になります12枚目のシングル「音、ね、色」がまあや っと解禁されたというかなんかあちこちで CM とかでちょこっと流れてたみたいですけれども、えー、ちゃんとこう流れるのはね昨日の「オールナイトニッポン」が初めてだったんじゃないかなと思いますがそれがどうやら流れているようなので今まだ私はね一回も聞いておりませんけれども昨日の「オールナイトニッポン」をこれ何ラジコで。 改めてね、今聞いていっておりまして52分のところからですねジュリく君が今回ジュリく君と北斗君ねラジオでお話ししてましたけどジュリく君からお知らせがありますとこの辺からきっと曲についてお話があると思いますので早速聞いてみたいと思います。それではラジコで SixTONES、えー、の「オールネットニッポンサタデースペシャル、えー」3月16日土曜日放送分ですねこれが18日の朝9時44分まで聴けるって皆さん ままだ間に合いますね、きっとこれ見てくれてる皆さんね。それでは行ってみたいと思います。52分01秒のところから再生ズドン。じゃあここでね、お知らせいきますかとジュリくんストーンズからお知らせでございますと。うん。先日のどうもツアー、福岡公演の時に発表しましたが、今日もね、X やなんかでも発表しましたけども、はい。ストーンズの結成日でもある。 5月1日なるほど結成日か水曜日にですねと s トー t o n e 12枚目シングル「ネイロ」が発売に決定いたしましたーと素晴らしい。ということでジュリ君この楽曲はそのメンバーの京本大河が主演の関テレフジテレビ系ドラマの「お迎え渋谷君」の主題歌になってる「お迎えお迎え渋谷君」はいですてはいそのドラマも始まりますけどもと。 聞かれたりやんかちょっとだけしてるんだよねと <laughs> もちろんと主題歌としてもドラマと相乗効果があるような内容でもあるんだけれどもと、うん、俺ら5月1日っていうさと、うん、結成日やなんかもすごく大事にしてるうん、まあ、それはそうデビュー日もそうだけどとそこでシングルを出せるってことはなかうんいつ これかからもなか今までもなかったしこれからもいつあるかわかんないというレベルなのよ。なるほどね。なるほどそのタイミングで CD 出せることそして音色であることとそして今日ものドラマなんであってとそして10年目突入結成してからうわーいろいろ相まって奇跡的な楽曲でしてとうんその楽曲も大切な人や仲間に出会えたことの感謝だったり喜びや絆を感じさせる。なるほど 僕らだけじゃなくて聴いてくれた皆さんにとっても記念的なうわすごいね巡り合わせがすごいわ楽しみにしててほしいんですけどもとこのラジオ終わりで今回の新ビジュアルが公式ホームページで公開されとあっということはされてるんだねじゃあそ,れその他最新情報も公式のホームページを見てくださいと X のフォローもお願いしますとさあ来たここで一曲お曲き聞かせいどうぞ来たあこのままわ 僕ら一緒に歩いて行こうなるほどこサビの頭から入る感じかねサビの終わりから入ってくるサビ頭でやけになんだか今日はさ夕焼けに伸びた僕らのかけらあなってうわちょっと声重なってもうなにた河くんの声しっかり聞こえてる伸ばしたこの手は少しワわどしれてかついたからうわ引くよと 何年か,かっても君となら退屈なんてしないけど、かっこいい言葉のり。似てほしい樹力に難しいメロディ。もろかコーチくん、笑って喋ったる森本く色っぽい。愛し、雨、かっこいいこの裏吐く。雨に打たれても支え合い乗り越えてきたから。出会えただけで、特別な毎日。綺麗なメロディ。あー こんなに世界が今光ってる。とまとまじゃないここに着いた。変わらない鈴が解いてきゃんだ。言葉の残り難しいね。なったらここへだって言ってそう。ああ、これから見たことないよね。あなた知らない毛色が消えてく。なるほど。音色ができてくる。 君といればかす難しい時刻から裏声きれい大学そんな自分がそう嬉しいんだなるほどなるほどいや優しいね後ろの伴奏も「タタス

特別だ毎日ああうわーこうして僕らはうわ鳥肌鳥肌 <laughs> いやー伴奏入ってきたうわすごい鳥肌がなんか波が三回ぐらいきた今そうああこれから見たことないよねまだ知らないヘイロがてきてく

さっきいただいたのはストーンズでネイロでしたということで5月1日水曜日に12倍生シングル発売しますぜひお楽しみにと受力してますいやーおしゃれだったねそして、ね、私もそうですけどあの男性のね SixTONES の歌カラオケで歌いたい人チャンスですねこの曲はこれは <laughs>。 覚えたり歌えそうですね。久しぶりじゃないですか。こっからとかはもう。歌うの大変ですから。久々に僕が僕じゃない。みたいだ。あってます。僕が僕じゃないみたいだって僕僕ないたいだ。歌って,てありましたね、えー。も、まあ、ボーカルメインで歌い技と二人とかも歌いやすかったけど、それよりももうちょっとやっぱりこうポップだし。あの音符と音符の数が、あ、数じゃない。幅が。 そんなに狭くないから、これは男性のキーもそうだし、男性が歌う時のキーもそうだし。あのリズムがちょっと忙しい、ソングの曲をカラオケで歌うなリズム難しいよという方にとっても。非常に、えー、馴染みやすいというかね。歌がようやく、ね、やってきましたね。これは、で、キーもね、そこまで高くないです。まあ、あの、大河君が、うっと、こう裏声に行くところはありますけど、それ以外のところは。 そんなに、うん、高くない逆に女性がだからこれカラオケで歌おうと思うと結構男性の気のまま歌うと低いからそっちの方が逆に難しいかなという感じもしますけどいやそしてまあ一回こうね今初めて聞きましたけどさっきもその音のメロディーのこう隙間がね非常にこうゆったりしてるから歌いやすいとも言いましたけどあの歌詞もね基本的にもう全部日本語で「まあ、音色」っていうタイトルとのもあると思うんですけど。 こう誰がね初めて聴いても歌詞もしっかり聴き取りやすくなっていますしやっぱりジョイ君が歌を流す前に言ってましたけどやっぱね 10, 10人じゃない十人もいますよね s 6人の10周年ね結成10周年の5月1日に出るということでなんかそれぞれのなんていうのかな、うんえー、歌声がしっかり乗、ね、っけやすくそして聴、まあ、いた人にも初めて聴いた人にも歌詞も伝わりやすくなってるような意味合いもあって。 歌詞も日本語が非常に多いんじゃないかなというふうな感じもしますしまあ後半「う」の後ろか、えー「一番終わってもう一回サビ来た時のサビに行く前のか」ところでちょっとありましたけどそれ以外はハモリも極力なく、えー、ユニゾンといってね同じメロディーをこうねみんなで歌っていくみたいな。 そういう部分も、まあ、いっぱいいろんなコーラスワークをね今までストーンといろんな楽曲の中でしてきてますけれどもそういうところも、えー、言ったらこうストレートにというか直線的に一直線に私たち聴き手にこうね気持ちそれから歌詞を届けてこようという意図もあるのか私の勝手な想像ですけどねなんかこう難しいことあまりせずにねドーンとその歌の持っている力というか世界観言葉の力メロディーの力でなんかこう聴いてる人たちと一緒にね 聴いてる側は今歌って、まあ、私は歌っちゃいましたけど、えー、歌ってませんけれども聴きながら6人の声とそして聴いてる自分とねみんなでこう奏でる音色みたいなそういう意味合いもあったりするのかなと思いましたけれどもいやそして最後のサビの前っていうのかな声だけになる場面ありましたけれどもあそこは本当にちょっとあれですねあの サブ,サブイボなって言うとこだよごめん間違えたえっと鳥肌 <laughs> 意味は同じかもですけどなんで今まで言ったことないのサブイボって言ったんでしょうね鳥肌がすごいね波になってきましたね一回ワーッと声だけになった時にワーッと来てでその後それが続いてた時にもう一回波来てであの後ろの伴奏が入ってきた時にもう一回3回ぐらい感動の波来ましたねいやすごい、ね、しかも あの部分もさっき言ったユニゾンなんですよねだからハモリ多分入ってなかったと思うんですよ本当かねどうだろうね <laughs> ちょっとだけ確認してみようかでも多分なかったんじゃないかなで、まあいいや、後でね違ったらごめんなさいですねで、あのー、なんでその部分が私鳥肌を立っちゃったかというとやっぱりああいうね声だけの部分っていうのはまあアカペラと言ったりしますけど 本当にその歌ってる人たちの声がそれこそ音色が良くないとあちゃっていうことにもなりかねないんですよあのアカペラの良さでもあるし怖さでもあるんですねアカペラというのは。なんですけどやっぱり6人が伴奏がバーンでなくなってドンと一気にこう歌った時にまあ綺麗な重なりなんですよね声のバランスというかもちろん6人それぞれ声色が違うんですけどでも一気にドンってこう鳴らしに行った時の。 この綺麗なこう絶妙なハマり具合っていうんかな6人の声として一個にバーンと固まってボーンとこう聞こえてくるみたいなそのまとまり感響きの良さみたいなところでまず最初うわーでしょ。でその声の響きからこうやって6人でずっと歌ってた時のそのメロディーの動きであるとかその高さに上がっていく時のこの動き方であるとか、まあ、その切るタイミングであるとかそういうところも。 まあこれレコーディングどういうふうになっちゃうかわかんないですけど多分一人ずつ別個に歌ってると思うんですよなんですけどその息遣いも含めて全部この動きもみんながね音の一つ一つが合うとか歌詞が合うとかってのまあそれは当たり前ですけどそれだけじゃなくてこういう,こう音符に書いてない間までなんかニュアンスがすごい揃ってるっていうかな揃っちゃうんですね多分ねみんなで歌ってるからずっと。 そこのこうシンクロ感というのかなそれもうわ気持ちがいいなと思ってもう一回こう波来ましたよね。で感動の波が来てで最後その伴奏がバーンとまた入ってきた時に今度はこの楽曲としても今のこうアカペラ部分っていうのでね聴いてる方にやっぱり声だけで届けてくれて。 で6人の声からまたバウンスとかドーンと入っていてこうスピード感というかね流れが出てきた時にまた曲の世界の中に入り込んで戻っていく感じの心地よさでもう一回波が来るといういやーだからこれはねさっきも言いましたけど6人が歌声が良くないと成り立たないアレンジですよあそこになって急にグダグダーってなるパターンもなくはないですからねこれ。 変変なななグググルルルーーープププがやっっっったらててて別にどのグループって言ってるわけじゃないですよそんなにそれぞれが上手くなかったりいい音色の、ね、ボーカルリスト6人じゃなければあの場面で伴、ま、奏、あ、なくなってちょっと不安定になっちゃったなとかって、えー、なる可能性もあるアレンジではありましたけどまあものの見事にねかっこいい方にガーッと振ってくれましていやーなんか優しい気持ちになりますね聴き終わった時に。 まだ私はほんと初めてなんでね歌詞もちゃんとこう読み込んでないですけど、まあ、これは冒頭にも言いましたけどね、えー、男性ファンの皆さんね楽しく覚えればちゃんと歌える曲がやってきましたし女性の皆さんもまあ今までのねちょっとこうラップっぽい早いものカラオケで歌うの大変だった方多いと思うんですけどもこれはね だいぶ馴染みやすい歌になっていると思いますので私も、ね、5月1日当然購入させていただいて、えー、覚えて歌えるところまで持っていきたいなと思うような素敵な、えー、音色をログにで聴かせてくれている楽曲になってたと思いますということで綺麗にしまったところでですね今回は昨日「オ、えールナイトニッポン」でかかったばっかりの SixTONES の12枚目のシングル「音色」を聴きながら思うままにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。